どうも伊藤です。今回ですね、先日発売されたこちらのダヴィンチ、こちらで紹介されていたブックオブザイヤー2020のコミックランキングトップ50について紹介していこうと思います。で、こちらのランキングはですね、全国の本好きの声を集めたこの1年の総決算、こんな感じになっております。で、52作品紹介していくんですけども、知っている作品も知らない作品もいろいろあると思いますので、ぜひね、今後漫画を選ぶ際の参考にしていただけたらなと思います。で、ちなみにですね、今回この雑誌と、今回紹介する52作品では全部概要欄に購入リンクと貼っておきますので、ぜひ気になった作品があった方はそちらからチェックしてみてください。それではですね、早速第50位から紹介していきたいと思います。まず第50位です。第50位、北北西に雲と雪。で、もう一つ50位がありまして、もう一つが夢の雫、金の鳥かご、こんな感じになっております。続いて49位です。49位が映像権には手を出すな。こちらね、アニメ化もされていて、非常に話題になってましたよね。本当2020年を代表する作品と言っていいんじゃないかなと思います。続いて48位です。48位は来世は他人がいい。47位、ほおずきの冷徹。続いて46位。46位が宝石の国。続いて45位がチェンソーマンということで、チェンソーマンね、チェンソーマンが45位と低い気もしますけれども、先日発表されたこの漫画がすごい2021でも1位を取っていましたし、累計発行部数も500万部をこれにで突破したというかね、今週、来週ですかね、来週の月曜日についに完結というね、非常に楽しみな作品となっています。続いて44位です。44位、ドクターストーン。ドクターストーン、この順位もちょっと驚いたんですけども、週刊少年ジャンプで連載されている、チェーンソーマンも先ほど言ったチェーンソーマンも、週刊少年ジャンプで連載されている漫画なんですけども、こちらもそうで、非常に人気ですよね。アニメの2期も来年の1月から放送みたいな感じの作品になっています。続いて43位です。43位、丁寧な暮らしをするガキ。続いて42位、文豪ストレイドックス。こちらもね、アニメ化されて3時ぐらいまでやってますよね。非常に人気な作品だと思います。続いて41位です。41位が僕のヒーローアカデミアというのはヒロアカですよね。ヒロアカもこの順位も低めなのかなって気もしますけど、今全面戦争編みたいな感じで、ちょっと最終局面に向かってるような感じで、非常に熱い展開が続いてるのでね、本誌の方、週刊少年ジャンプで連載されてるので、こちらも楽しみだと思います。続いて40位です。40位、七津谷忍の宝石箱。で、39位、ビースターズ。こちらね、ビースターズ、アニメ2期がね、来年の1月から放送ということでね、こちら非常に面白いみたいですね。原作は完結、今回したみたいなんですけれども、私自身まだ1期、アニメの時見てなかったので、ぜひね、2期始まるまでに見直して、2期見ようかなと思ってます。続いて38位です。38位、おじさまと猫。次37位、ドラえもん0巻ということで、こちらですね、ドラえもん、実は6つの異なる1話が存在してたみたいな感じで、元々の予定だった1話っていうのを6つ全部、掲載してる漫画になるんですけれども、こちらに読ませていただいたんですけど、非常に面白かった。こうやってドラえもん生まれたんだなっていうのはよくわかるような話になってましたね。続いて36位です。36位、百姓貴族。続いて35位、ダンジョン飯。続いて34位、私たちはどうかしている。私たちはどうかしているもね、ドラマ化で話題になりましたね。浜辺美波さん、この表紙もあってる浜辺美波さん、僕もすごい好きな女優さんなんですけども、浜辺美波さんと横浜流星さんのお二人で、主演という形で、やられていて、非常に面白かったなと思いましたね。ドラマから入るのもいいですし、漫画から入るのもいいんじゃないかなと思います。続いて33位です。33位、異国日記。続いて32位、図書館戦争、ラブ&ウォー、別冊編。これは映画化もされてましたかね。この図書館戦争、有川博先生の名作図書館戦争をコミカライズしたものみたいですね。原作小説に忠実かつ甘さが少しプラスされていて、とても良いコミカライズだと思うって書かれてるので、非常にいいコミカライズみたいですね。続いて31位です。31位、呪術廻戦。これもジャンプ。ジャンプの作品めちゃくちゃ多いですね。今はチェーンソーマン、ドクターストーン、ヒロアカで 4作目ですかね。呪術廻戦っていうことね。今話題沸騰中ですね。今、秋アニメでもちょうど放送されていて、2クールアニメなんで来年までも放送されると思うんですけれども、累計発行部数がもう13巻で1200万部を突破で、海外でも人気上昇中らしくて、非常に、僕自身見てますけど、面白い作品だなと思います。で、30位です。30位、2月の勝者、絶対合格の教室。続いて29位、水は海に向かって流れる。続いて28位、100日後に死ぬワニ。これはね、ツイッターでめちゃくちゃ話題になりましたね。100日後に死ぬワニ。もうひたすらバズりまくってて。今回の、この、100日後に死ぬワニは、100日後の後日談なんかも収録されているみたいですね。非常に話題性高かったかなと思いますね。今年前半のトレンドと言ってもいいんじゃないかなと思います。続いて27位です。27位、ミックスということで、こちらは足立みつる先生、タッチとかね、描かれていた漫画さんの新連載で、今16巻まで出てる作品になっています。続いて26位です。26位が五等分な花嫁ということで、ゴト嫁ね、僕めっちゃ好きなんですよね。2期も来年の1月から放送されますけれども、まあ、すでに原作は3月ぐらいかな、多分、今年の3月ぐらいに完結している形で全部で14巻で、累計発行部数も1300万部ぐらいいってる、もう大人気ラブコメ漫画ですね。週刊少年マガジンのかつて看板を背負っていた、もう非常に人気の漫画で、もう私自身も大好きですね。もうヒロインがね、5等分、まあ、5つ子なんですけど、めちゃくちゃ可愛いですね。読んでないからぜひ読んでいただきたいなと思います。続いて25位です。25位、アグラビティボーイズ。こちらもね、結構人気あるんですね。ジャンプの掲載順、週刊少年ジャンプで連載されてる漫画なんですけど、結構ね、ジャンプの掲載順は低め。多分アンケートの結果はあんま良くないかもしれないですけど、単行本の売り上げとかもいいですし、次に来る漫画大賞とかでも6位とか5位ぐらい入ってるような漫画になってます。続いて24位です。24位、音嫁語り。続いて23位、薬屋の独り言。こちらもね、話題性高いですね。薬屋の独り言ってもう、ラノベが原作なんですけども、コミカライズもね、爆発的にヒットしてて、次に来る漫画大賞の2019が、そちらでも1位を取ってましたし、今年ね、累計発行部数なんと1150万部を突破したという形で、今年の3月ぐらいかな、発表された時600万部とかあったんですけれども、たった1年も経たずに倍ぐらい伸ばしている、そんな素晴らしいヒット。まだアニメ化とかもされてないんでね、アニメ化とかもされたらさらに伸びるんじゃないかなって作品になってます。続いて22位です。22位、箱詰め、交番女子の逆襲。続いて22位、転生したらスライムだったっけ？こちら転スラですね。こちらもライトノベルのコミカライズ、ね、まあ、薬屋の独り言と同じような感じなんですけども、こちらね、まあ、アニメ化もして大ヒットですよね。2000万部ぐらいかな、累計発行部数も2000万部以上いっていて、もう歴代でも3位ぐらいに入っている、まあ、ラノベのコミカライズとなっていて、アニメの2期もですね、来年の1月から放送となっています。続いて20位です。21、ちはやふる。まあ、こちらも実写映画やってましたよね。広すずさんとか、まあ、こちら見に行きましたけどね、めちゃくちゃ良かったですね。アニメ化もされて大人気作品だと思います。続いて第19位です。19位、ブルーピリオド。まあ、こちらね、非常にいいですね。芸術的な作品。まあ、なんですかね、美術、東京芸大とか、まあそういうとこを舞台にしている作品なんですけれども、漫画大賞2020だったり、第44回講談社漫画賞総合部門同時受賞とか、ね、非常に素晴らしい作品になっております。続いて第18位です。第18位、約束のネバーランドというね、約ネバ。ジャンプ作品ほんと多いですね。アグラビティボーイズもジャンプだったね、もう6作品目ぐらいかな。もう相当入ってると思うんですけれども、約ネバはね、今年完結しましたけれども、まあ実写映画も今年の12月18でしたっけね、浜辺美波さん、こちらね、表紙何回も言ってるんですけど、浜辺美波さんが主演でやられるということで、こちらもね、見に行きますけれども、楽しみだなと思います。続いて17位です。17位、大奥。そして16位、かぐや様を告らせたい。天才たちの恋愛頭脳戦。まあ、こちらね、大人気ラブコメ漫画、ヤングジャンプね、大人気ラブコメ漫画でテレビアニメの3期だったり、OVA もね、先日決まりましたよね。いや、もうこちらも非常に、まあ、五等分の花嫁に負けず劣らずのね、いいラブコメ漫画だなと思いますね。累計発行部数も1300万部という感じで、非常に素晴らしいなと思います。続いて第15位です。第15位、宇宙兄弟ということで、まあ、こちらもね、アニメ化されてね、一時期めちゃくちゃ話題になったね、まあ、作品になってますよね。で、まあ、連載は続いてるみたいですね。っていう感じです。続いて第14位です。第14位、夏目友人帳ということで、こちらはですね、劇場版のアニメ第2弾っていうのも来年の1月ぐらいの公開も決定しているような作品になっております。続いて第13位です。第13位、銀のさじ、シルバースプーン。そして第12位、ゴールデンカムイ。まあ、ゴールデンカムイもね、めちゃくちゃおもろいですね。今アニメ3期やってますけれども、まあ、金塊を求めて、まあ、その囚人たちの入れ墨を集めようみたいな話なんですけれどもね。いや、これはね、もうアニメ3期までぜひね、原作追いついて見ていただきたいなって感じですね。素晴らしい。本当に面白いですね。っていう感じになってます。続いて第11位です。第11位、キングダムというね、今年の年間漫画売り上げでも2位に入ってました。キングダム、実写映画でも大成功、アニメ化も大成功という形で、もうほんと部数伸ばしてますね。今、累計発行数6000万部ぐらいいってると思うんですけれども、ほんとね、今年の漫画売り上げでは、その2位ということで、ワンピースのね、なんと抜いて2位ということで、素晴らしい、本当に大ヒットしてる漫画ですし、私自身も今ね、原作必死に追いついてるところなんですけれども、めちゃくちゃ泣けますね。キャラがやっぱまあ、なんていうんですか、戦国時代とか描いてるので、めちゃくちゃキャラが多いんですよね。その書き分けですとか、その小回りとかめちゃくちゃうまいなと思いますね。うん。という作品になってます。そしてここからいよいよですね、トップ10に入っていきます。第10位です。第10位、配給ということで、もうジャンプ作品どんだけ入んねん、このランキングって気がしますけれども、まあ、こちらもね、週刊少年ジャンプで連載されていた漫画で完結してますけれども、バレエ漫画、今第4期もね、放送中ということで、非常に人気のある根強いね、漫画だと思いますし、私自身も見てますけどね、最高ですね。熱いバレエ漫画です。続いて第9位です。第9位、女の園の星ということで、こちらね、まだ1巻しか出てないんですけれども、この漫画がすごい2021でもね、1位、女編、チェーンソー漫画は男編で1位で、こちらが女編1位で、ね、撮ってましたし、なんか女性でも、女編ってことでもちろん女性の方にもすごい受けがいいみたいなんですけども、なんか男性でも楽しめるようなそんな漫画になってるっていう話を聞きまして、もうぜひね僕も読んでみようかなと思ってます。もうほんとこれからブレイクするだろうって言われてる、まあ、そんな作品みたいですね。続いて8位です。8位、3月のライオン。続いて第7位です。第7位、進撃の巨人ということで、進撃、今ね、アニメ4期もようやくファイナルシーズンもようやくね、先日放送が始まったということで、年内にね、完結するとか言われてたんですけども、全然完結しませんね。っていう感じで、まあ多分年度内ぐらいかなって思いますけども、ほんと今最終局面って感じで、まあすごいね、まあなんていうんですかね、もう辛い展開っていうのが続いてるんですけども、こちらね、完結までぜひ見届きたいですし、楽しみだなっていう、楽しみというか、まあ主人公たちがね、救われてほしいなっていう作品になりますね。続いて第6位です。第6位、名探偵コナンっていうことで、コナンもね、これランキング入ってね、めっちゃ久しぶりに見ましたね。まあ映画とかもね、常に大ヒットしてますし、まあヒーローの弾丸ですかね。今年の延期になった映画も来年ようやく公開ということで、だんだん原作の方もですね、黒の組織に近づいていくというところで、まあいよいよ完結見えてくるのかなという気がしますね。続いて第5位です。第5位、ミステリという流れかな。第5位です。次第4位です。第4位、ワンピース。ワンピね。第4位。ほんとジャンプめちゃくちゃ入ってますね。まあジャンプ、愛読者なんで嬉しいんですけれども、ワンピースもですね、まあ、今年の年間売り上げでは3位に今落ちてしまってはいるんですけどね、やっぱね、もう大ヒット漫画やし、やっぱ累計発行部数今一番多い漫画として、ほんと焦点として君臨するような漫画ですよね。前回は前回というか、最近だと、まあ、ロジャーの過去編とかもあったりして、まあ、非常に注目の展開も続いているような、今、ワノ国編やってますけどね、どんどん盛り上がってきているような感じになっています。続いて、ここからトップ3です。第3位、スパイファミリーというね、こちらジャンププラス、ジャンプのアプリの方で読める漫画になっていて、こちらね、5巻で累計発行部数も600万もいってますし、次に来る漫画大賞とかも受賞していて、いや、ほんと面白いですね。キャラがめちゃくちゃ立ってるんですよね。主人公がスパイで、その妻が暗殺、殺し屋みたいな感じで、その娘がエスパーみたいな、超能力者みたいな。相手の声読めますよみたいなまあそのキャラ立ちがすごいですね、この作品に関しては。でコメディもバトルシーンもシリアスシーンも何でもできるってところめちゃくちゃ強いなと思いますね。アニメ化とかしたらやばいんじゃないですかね。何もしずに5巻で600万部ですから、1巻あたり120万部ってね、ほんと配給とかと同じぐらいすでに売れてる漫画なんですごいなと思いますけど、今後もねほんと楽しみですし、アニメ化とかしたらね、アーニャちゃん可愛いんでね、アニメ化してほしいですね。早く見たいなと思います。続いて第2位です。第2位が、昨日何食べたということで、こちらね、実写ドラマ化とか、私自身見てなかったんですけれども、こちらも大ヒットしたみたいで、2021年には西島秀俊さん、また内野聖陽さん主演の実写映画も公開予定になっているみたいです。こちらね、私自身もね、機会があれば読んでみようかなと思ってます。そしていよいよ第1位です。第1位。第1位、発表していきます。第1位、鬼滅の刃ということでね。今年多分ほとんどの1位取ったんじゃないですかね、この作品は。累計発行部数も1億2000万部突破してますし、まあ、もっといくでしょう。まあ、2億倍余裕でいくと思うんですけれども、まあ、最終巻も、まあ、満を持して発売されて、僕自身も発売日に本屋さんに並んで買ってきましたけれどもね。鬼滅の刃ね、最終回めちゃくちゃ良かったですね。本誌で連載されてて、最終回を迎えた時にはちょっと微妙みたいな声もあったんですけれども、最終巻でその保管がね、見事にされてた書き下ろしページでね、本当に綺麗にまとまっていて、もう素晴らしいなと思いましたね。もう多分、日本国民の全員が知ってるような作品だと今思いますよね。でも映画も興行収入も多分今年ぐらいですね、年内ぐらいに1位になると思いますし、まあ、漫画の売り上げもね、今年、もう圧倒的に1位ですからね、8000万部ぐらい売り上げてて、2位のキングダムの10倍ぐらい売れてるっていう、もうわけわかんない漫画なんですけども、こちらが堂々の1位というね、今回のブックオブザイヤー2020コミックランキングトップ50、こちらの紹介以上となります。いかがだったでしょうか。で、私のチャンネルではですね、普段こういったアニメだったり漫画の話してますので、ぜひね、チャンネル登録やったり高評価していただけると非常に嬉しいです。でですね、ほんとここまで見てくださってありがとうございました。それでは、さよなら。